はあ、この前の黒い貴族のせいでメールボックス開くのがトラウマだぜ。ビャー、でかい声を出してどうした。メール。これは我慢。地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。あー、くそー、地団駄踏んでどうしたのよ。見たいアニメがあるんだけど、この仕事が終わるまでダメって一星さんにきつく言われてるんだ。あー、我慢しすぎて死にそう。あんたに死の概念ないでしょ。生言ってんじゃないわよ。でも本当に人間は我慢しすぎると死んじまうから、みんなは気をつけてくれよ。それじゃどんな我慢が毒なのか早速見ていこうぜ。俺の名前はエイミー、元死刑囚で今はエンドと一緒にアペルピシアっていう組織で働いてる。いろいろあってメールがトラウマなんだが、また届いちまった。二人して何騒いでるんだい。メールまたあの黒い貴族からか。おや、まあ、あ、黒い貴族のお話をまだ見ていない子は過去動画からチェックしてね。メタ発言はいいからさっさと確認してくれ。俺はエンドをせかしてメールを確認させる。するとエンドはあーと思い出したような声を上げた。やっぱり黒い貴族か。違うよ、これは僕が恋にしている研究所からさ。読んでごらん。エンド殿、今回は新たな拷問方法の研究に関してお知恵を借りたく連絡した。要望は可能な限り長く苦しみ絶命する拷問であること。できれば薬品などは使わず人間の限界に挑戦したものであることが望ましい。期限は設けないので凄惨な拷問方法の情報が送られることを期待する。なんだこりゃ。この研究機関はあらゆる裏社会の機関に薬品や武器を考案、研究、開発、提供しているのさ。そして表立っては言えないが、刑務所の虐殺刑で使われる薬も提供している。でもそれは公的機関の話だ。ヤクザやマフィアの拷問では虐殺刑なんて生ぬるい。もっと効果的な見せしめになる拷問方法について考えているんじゃないかな。それで依頼は受けるのか。もちろん、あそこは研究資金が潤沢だから報酬も期待できる。資金調達だって立派な仕事だし、僕も拷問は個人的に大好物だし、薬を使わないっていう縛りも燃えるね。マジクソ変態じゃねえかよ。で、何人用意すりゃいいんだ。言われなくても死刑囚を調達してこようとするあたり、お前もだいぶ染まったな。うるせえな、ほっとけ。それじゃ張り切って行ってみよう。エンドの拷問実験。人は何日我慢したら死ぬ。なんだここ。騒がないでちょうだい、うるさいわね。んだこのババア。ああ、なんつったこのクソゴリラ。ちょっとやめてくださいよ、監視が来たら。どうも。うわ。はーい、みんな元気そうで何よりだね。早速だけど死刑囚の君たちには今から僕の実験に付き合ってもらうよ。実験？それは俺たちに拒否権のない話なのか。その通り。でも悪い話じゃないよ。最後まで生き残った一人を僕の仲間に引き入れてあげる。そうすれば死刑囚として死に怯える日々から解放されるし、ある程度人としての生活も保障されるしね。信用できるか。別に断ってもいいよ。断るなら別に普通に殺すだけだし。エンドの言葉に息を呑む死刑囚たち。まあこいつらも悪の端くれってことか。エンドがちょっと殺意を出しただけで、これが冗談ではないということを理解したらしい。沈黙を合意と捉えたエンドは話を続けた。ルールは簡単。
今から提示する6つのお題を一人一つ選んでもらう。そのお題に沿ってひたすら我慢してくれたらいいよ。我慢だ？そうさ、最後までそのお題を我慢できればいい。それじゃあ発表するよ。その1、食事我慢。その2、睡眠我慢。その3、熱湯我慢。その4、寒波我慢。その5、宙吊り我慢。6、うんこ我慢。この6つから選んでね。んだそりゃ、つうかなんだよ最後、うんこ我慢ってバカにしてんのか。そうだぞこのクソピエロ、さっさと出せ。じゃあ私は4番にしましょうかね。正気かよジジイ。どっちにしたって死ぬんです。それならやった方がいいでしょう。老人は暑い寒いに鈍感なのでね。これは早い者勝ちということで良いですか。ああ、それじゃ君が4番だ。早い者勝ちでいいと言われた途端、文句を垂れていた連中が一斉に考え始める。じゃあ俺は宙吊り我慢だ。筋肉自慢の俺にはぴったりだろう。俺は睡眠我慢だ。寝ないのは得意だぜ。じゃあ俺は食事我慢。残りは何？熱湯我慢かうんこ我慢ね。じゃあ熱湯我慢。ピエロさん、決まったわよ。オーケー、それじゃそれぞれの部屋に案内しよう。こうして6人全員がそれぞれバラバラの部屋へ入室する。ナンバーワン、食事我慢の部屋。トイレと姿見だけってどんな部屋だよ。ナンバーツー、睡眠我慢の部屋。睡眠我慢だからベッドがないのか。はあ、暇つぶしにパソコンでもあればね。ナンバースリー、熱湯我慢の部屋。熱湯我慢って、てっきりお風呂に入るのを我慢するんだと思ったけど、もしかしてこれ熱湯風呂にずっと入るってことなわけ？ナンバーフォー、寒波我慢の部屋。やれやれ、どれくらい耐えられるか。ナンバーファイブ、宙吊り我慢の部屋。なんだこのロープ。今からお前をこのロープで縛って宙吊りにするんだよ。俺は95キロのムキムキボディだ。引きちぎれねえように鋼鉄のロープでも用意するんだな。ナンバーシックス、うんこ我慢の部屋。はあ、それにしても変なことに巻き込まれちゃったわね。はーい、それじゃあみんな部屋に着いたね。ちなみにみんなの部屋の音声は共有しているから、暇な時はおしゃべりするといいよ。それじゃあ用意スタート。最初の脱落者。ふんふんふん、何の声だ。腹筋してるに決まってんだろ。ずっと宙吊りでいたら頭に血が昇って死んじまうからな。脳筋だと思ってたけど、割と脳みそ使えるんだな。ぶっ飛ばすてめえ。なんだ今の声。この声、女性なので熱湯我慢かうんこ我慢では。ああ、そういえば名乗ってなかったわね。私はマッシュよ。そしてうんこ我慢部屋にいるわ。うんこ我慢のマッシュと覚えてちょうだい。うん、それでいいのかおばさん。じゃあ今の声はなんか美魔女っぽい方のおばさんか。暑い、もう無理、出たい。まだ拷問部屋に入って2分も経っていませんよ。熱湯といっても我慢が足りないのでは。だって温度計50度になったわよ。あいつは死刑囚ナンバーファイブのサドラか。罪状はマフィアやらヤクザの愛人になって人身売買に薬の流通。でもこれだけで死刑になるのか。サドラは主に10歳前後の少女の誘拐売買がメイン業務だった。サドラの国では子供の命が非常に重たいとされている。
まあだからこそ高値で売れるというのもあったんだろうが、子供の誘拐だけで懲役20年、命に関わる犯罪となれば一発で死刑だろうな。もう出る。サドラはたまらず立ち上がる。無理もないだろう。温度計は60度を超えて70度に達しようとしていた。しかし風呂から出ることは許されない。お風呂から出るのはルール違反だよ、サドラ。銃で撃ち殺されたくなかったら戻るんだ。ナンバー3、熱湯我慢の部屋。死刑囚ナンバー5、サドラエール。死亡。もう一人死んじゃうなんて。熱湯ってそんなに耐えられないものなの？まあ冷静に考えて、人間の大部分を占めるのは水分とタンパク質。熱湯に入ってればタンパク質が固まって死ぬでしょ。ゆで卵になるみたいなもんだよ。さあ次の脱落者は誰かな。二人目の脱落者。ねえピエロさん、せっかくだし、なんでみんながここに集められたか聞きたいんだけど。ん？そうだね、死刑囚であれば何でもよかったんだけど、比較的最近捕まった人を厳選したよ。あと10代から60代まで、年齢も幅広くね。例えば最年少は死刑囚ナンバー4のハバナ・マーキン。彼は17歳の青年さ。17歳で死刑囚だ。とんだ極悪人だぜ。別に俺も死ぬつもりだったんだ。とんだ計算違いだよ。というと？俺をいじめてた連中全員道連れにして死のうと思って、卒業式で爆弾を爆発させたんだ。でも手作りだから威力がいまいちで、全員は殺せなかったし、俺も死ねなかったんだよ。そう、辛かったね。で、次がマドル・キーラン。彼は23歳のハッカー。飛行機の操縦権を乗っ取って墜落事故を起こしたんだよ。それはまた、強端ですね。事故死してくれたら親の保険金が大量に入るからな。まさか俺のハッキングがバレるなんて、とんだ誤算だわ。で、宙吊り部屋のムキムキ男は、ゴーズ・アルバン。34歳で元ボクサー。婦女連続暴行殺人で、即実刑、即死刑。さっき死んだのはサドラ・ユルシー。45歳でマフィアの愛人。で、うんこ我慢部屋のマッシュ・ベネガーは50歳。バスジャックで街に突っ込んで50人殺傷してる。おばさんマジかよ。やべえな。まあ、人間いろいろあるもんでしょ。そして最高齢が、カンパ我慢の部屋に入ったアラン・リッキー。64歳だが、これはなかなかにしんどいですね。理論上、人間は暖房器具を使わない場合、衣類などを着込めば5度からマイナス50度までの温度変化に対応できると言われてる。でも君は普通の囚人服だし、体型も普通で太っているわけじゃない。今その部屋に入って7分経ったが。おい、ジジイ、声が聞こえなくなったぞ。ナンバー4、カンパ我慢の部屋。死刑囚ナンバー3、アラン・リッキー。死亡。アランさんは何の罪で？彼はとても言葉巧みでね、周囲の信頼を得る老紳士だった。しかし彼が体調を崩して病院に搬送された日の晩、彼の家から強烈な異臭がしてね、近所の人が通報したら、彼の地下室から大量の遺体が見つかったんだ。中には生きている人もいたそうだけど、彼がなぜそのようなことをしたか、決して口を割ることはなかったそうだよ。おっかね、まるでジョン・ゲイシーみたいだな。あは？確かにね。さーて、残るは4人だ。誰が生き残るか、
楽しみだね。三人目の脱落者。あの筋肉バカ、だいぶ粘ってんな。今のところ耐久時間は想定通りか。そうだね。ま、様子を見ようじゃないか。食事の時間。食事の時間だぜ。なんだ、ずいぶん豪華なんだな。お前ら刑務所飯に慣れすぎだろ。これは成人男性に必要最低限のカロリーが摂取できるだけの量だぜ。お前は食事我慢だから水だけな。なあ、お前俺と年近いよな。ああ、15だぜ。はあ？お前の年齢で死刑囚になることなんてあるのかよ。俺ですら特例だったのに。いろいろあんだよ。生き残ったら教えてやるわ。その後も全員の部屋に食事を配り終わる。しかしゴーズは宙吊りでどう飯を食えてんだとブチギレ。仕方ないのでゼリー飲料の食べ物を渡すことにした。そしてマッシュだが、私の分のご飯はいらないわ。ごめんなさいね。お水だけもらえると嬉しいわ。でも腹減るだろ。一応うんこ我慢部屋だからね。そうか。まあ飯は自由だから強制はしねえよ。頑張れや。あれから10時間。意外なことに4人は粘っていた。すると睡眠我慢部屋に入ったマドルが船を漕ぎ始める。あー、眠くなってきたな。マドルが眠気に負けそうになっていると天井の蓋が開いて水が降ってきた。はーい、寝ないで頑張れ。おい、脳筋おっさんが寝上げそうだぜ。おやま、さすがに限界かな。腹筋休憩、腹筋休憩を10時間も繰り返してればな。むしろよく持った方だろう。ゴーズの顔は血が昇っているせいでパンパンに腫れ上がり、顔色も悪くなっていた。あらま、吐いちゃったね。ゴーズの心配が停止した。吐いたどころか絶命だよ。おいや、そりゃつまんないね。エイミ、アナウンスしておくれ。ナンバー5、宙吊り我慢の部屋。死刑囚ナンバー1、ゴーズアルバン、死亡。残りは3人ね。できれば若い子に生き残ってほしいけれど、食事と睡眠だものね。おばさんはどっちが長持ちすると思う？そうね。私は看護師だったからわかるといえばわかるわ。でもね、これには個人差も大きいのよ。ちなみに人間は水だけしか摂取できなかった場合、最長で2ヶ月生きられると言われている。でも、これも個人差ね。それに、1週間以上何も栄養が摂取できなければ、死ぬ確率はぐんと高まるわ。じゃあ、睡眠は？1964年にアメリカの男子高校生による264時間12分。11日と12分というのが今のところ世界最長の記録ね。な、そんな起きてられるもんなのか。実験には2人の友人が付き添い、最後の90時間はスタンフォード大学の睡眠学者が立ち会って行われたそうだから、限りなく事実だとは思うけど、にわかには信じがたいわね。私の個人的な体感だけど、まともでいられるのは4日がせいぜいじゃないかしら。じゃあうんこ我慢は？それこそ人によるわね。固形物をほぼ食べない生活をしていれば1ヶ月くらいは出ないかもしれないし、でも便意を我慢し続ければ確実に嘔吐したり具合は悪くなる。強烈な腹痛が起こるかもしれないし、大腸が破裂するなんてこともあるかもしれないし。ああ、なあ、俺話してて思ったんだけど、おばさんって本当に凶悪殺人犯なの？全然近所のおばちゃんと変わんないんだけど。それは俺も思った。まあそうね、普通のおばちゃんだったわよ。でも私の家、強盗に襲われてね、家族をみんな殺されたわ。でも孫は誘拐されてまだ助かるかもしれなかった。
町で50人殺傷したっていうのは、警察がそういう風に書き換えたのね。本当は強盗組織の倉庫に突っ込んで、そこにいた人間全員引き殺したの。孫は？助からなかった。どこかに売られた後だったわ。だからもう別に死んでもいいの。あなたたちのどちらかが生き残ってくれることを願ってる。そう言うと、マシュは今まで手をつけていなかった食事に手を伸ばした。きっと意図的に食事量を増やして体を追い込むつもりだろう。4人目の脱落者。4日後。眠い。もう嫌だ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。マドルは頭を抱え、床を転がり回る。ついに睡眠不足から精神不安定を起こし始めたらしい。眠くても寝られない。強制的に起こされる時間が続けばそうなるだろう。11日も起きていたっつうことがそもそもおかしいんだ。なんだ？マドル、マドルじゃないの？何をしてるの？もう嫌だ！嫌だ！死ぬ！死んでやれ！マドルは全力で壁に頭を打ちつけ、そのまま絶命。眠れない末路は自死だったというわけだ。ナンバー2、睡眠我慢の部屋、死刑囚ナンバー1マドル・キーラン、死亡。残りは食事我慢の部屋とうんこ我慢の部屋の2つだ。さあ、どちらが生き残るかな？ピエロさん、マドルの自殺は許容されるの？もちろん。彼の自殺行動は睡眠不足から来たものだからね。じゃあ、今私が同じように自殺するのは？試しにやってごらん。エンドに促され、壁に頭を打ちつけようとしたマシュ。しかし。今の音はなんだ？我慢から逃れるための自殺行動以外は認めないということさ。こんな風に壁に電圧を流すことだって可能ということだよ。さあ、最後まで自分の我慢を続けるんだ。2日後。はあ、そろそろ便秘で気持ち悪くなってきたわね。ハバナは？ハバナ？ハバナ！返事をして！ハバナ！ナンバーワン、食事我慢の部屋、死刑囚ナンバースリー、ハバナ・マーキン、死亡。私が、食事我慢の部屋を選んでいれば。さあ、よく生き残ったね、マッシュ・ベネガ。お願い、ハバナの顔を見せて。構わないよ。エンドに連れられ、ハバナが眠る牢屋の前に立ったマシュは、そのまま泣き崩れてしまった。この子は、この子には、生きていて、欲しかった。どうして？君の誘拐された孫に、似ていたかい？私の娘は、やんちゃでね。17歳で子供を産んだの。私が35歳の時だった。孫は15歳だった。ハバナとほとんど変わらない。もう嫌、嫌よ。マシュは立ち上がり、まっすぐエンドを見つめる。エンドも全てを理解しているように見えた。あなたは他にも試したい拷問があるんじゃないの？ああ、それが仕事の一つだからね。お願い。私はもう生きていることに疲れたの。普通に殺してくれてもいいし、拷問の果てに殺してくれても構わない。お願い。殺して。お願いだから。それじゃ、もう一個試したかった我慢部屋がある。そこへ行こう。ありがとう。エンドはマシュをとある部屋へ入れ、ゆっくりと鍵をかける。
それが魔種を見た最後となった。なあ、人間我慢のしすぎは毒なんだよ。あれは死ぬの前提の我慢だから、ああなる前に大体の人は我慢をやめるわよ。そりゃそうだ。さーて、仕事も終わったし、俺もアニメ解禁だ。みんなも我慢のしすぎには要注意だぜ。それじゃ、バイバイチーン。私は鼻の蜜やうんち我慢するなんて無理よ。結局マシも死んでしまったな。本人は家族のところに行けてよかったんじゃねえの。だって最後我慢し続けた人間の顔とは思えないくらい穏やかな顔だったしな。そうだな。さっさと終わらせて飯にしよう。ああ、この声は何？心配だ。心配だ。コンバケーションミステリー案内人です。いや、コンバケーションじゃないわよ。何ここ、どこここ。え、言ったじゃないですか、こちらの物件に2泊3日の住み込み調査をするって。それなのに小杖さんがバケーションと思い込んでついてきちゃうから。どこかで止めなさいよ。これもう見るからに事故物件じゃないの。そうです、今日はここを除霊した後もう一軒行く予定です。それが終わったら素敵な宿を統括主任が抑えてくれてますから。もうしょうがない、やってやるわ。私の家は呪われてるんです。あなたはどんな謎も解決できる探偵なんですよね。僕たちの噂は一体どんな風に広まっているんだ。こんばんビター、僕は元殺し屋で今は裏社会向けの情報屋に加え探偵としても活動しているビター・アルカラム。情報屋と探偵をやっていると言っても一般人向けに仕事はしていない。でも噂が一人歩きしてこんな風に奇妙な依頼が舞い込むことが増えてきた。ショコラ曰く、法外に設定した依頼料が払える人しか来ていないからとりあえず様子を見ましょうというわけで、やってきたお客は一通り対応しているのだ。さてさて、今回の奇妙な依頼とは、つまりキビが住んでいる部屋が幽霊か何かに取り憑かれているということで合ってる？はい、不動産屋さんは事故物件じゃないって言っていたけど絶対に嘘です。だって毎晩おばあさんの呪いの声が聞こえるんですもん。おばあさんの呪いの声か。とりあえず現地調査希望、よろしくお願いします。こうして僕はその女性が住むマンションへ調査へと向かった。想像より綺麗、ほぼ新築で駅からも近くて便利なんです。呪いの声が聞こえないのならずっと住み続けたいんですけどね。隣人の声の可能性も君の幻聴の可能性もある。実地調査、泊まり込み希望。わかりました。一応監視カメラも設置しておこう。もしかしたら誰かが侵入している可能性もあるから。ちょっとそんな怖いこと言わないでくださいよ。冗談、侵入者がいて気づかないほどおバカさんじゃないはず。もちろんですよ。だから録音するためにカメラ設置希望。なるほど、了解しました。彼女にしか聞こえていない声の可能性もあるし、隣人の声の可能性もある。そう思った僕は高性能のカメラを設置し、その夜は家に泊まることにした。彼女は寝た。今のところ変な声は聞こえない。その夜僕は目を閉じてずっと起きていた。その謎の声が聞こえた瞬間すぐに対応するためだ。本当に呪いの声なんて聞こえるのか。ううう、今声が聞こえた気が。怪奇現象。その声は幻聴ではなくはっきりと聞こえてきたし、隣人の声でもないとすぐわかった。まるでこの部屋に住み着いている幽霊がどこからともなく声を出しているようだった。
心配だ、心配だ。またこの声。気をしっかり。ピーターさんも聞こえますよね。この声ですよ。ううって。聞こえてる。でもこれは一体。そしてしばらくしてその謎の声は静まり聞こえなくなった。これはどうしたんですか。さっきの声が一切録音されていない。え？どういうことですか。つまり僕たちが聞いた声は幻聴ではないけど隣人などの声でもない、この世のものではない声の可能性が高い。やっぱり呪いだ。この部屋は呪われてるんですよ。非現実的なことはあまり信じたくないけどその可能性はあるね。あれは。そんな時僕は冷蔵庫の裏から何かがはみ出ていることに気づいたんだ。ちょっとこの冷蔵庫を動かしたい、手伝って。わかりました。これは何ですか。これなんとその冷蔵庫の裏には大量の怪しげなお札が貼られていたんだ。これは君が貼ったのかい。違います。そもそもこの冷蔵庫はこの部屋に備え付けであったもので。なるほど、やはり君がこの部屋を借りた不動産屋は何かを隠していそうだ。明日問い詰めてみよう。僕は冷蔵庫の裏の写真を撮り、次の日にその不動産屋へと行くことにした。元から備え付けてあって冷蔵庫の裏に大量のお札が貼られていた。これはこの不動産屋が貼ったものだろう。ですね。ちょっと、どういうことですか？事故物件じゃないって契約の時は言ってたじゃないですか。嘘じゃありません。一応事故物件ではなくてですね。事故があってから一度は誰かを住まわせているというか。どういうことですか？なるほど。不動産屋によって事故物件をどう扱うかは様々。この不動産屋は事故物件をなるべくすぐ売れるように自社の社員かそういうアルバイトを雇って一度住まわせているんだろう。それってあり？実際事故物件に期間限定で住むのを仕事にしている人がいると記事で読んだことがある。一定期間人が住めばそれは事故物件扱いしなくてよくなるからね。まあでもこれだけ大量のお札を貼っているということは、例えば漏水とか病死とかそういうことではないだろうね。僕が問い詰めると不動産屋は青い顔で目線をキョロキョロ。どうやらビンゴらしい。そんな事情を隠して契約をさせるなんて最低な不動産屋だ。今は SNS の時代、このことをネットにアップすればこの不動産屋はどうなることか。それだけは勘弁を。なら彼女が住むあの家で以前に何があったのか、どんな事故があったのかちゃんと説明するんだ。わかりました。観念した不動産屋は過去に何があったかを話し始めることに。どうやら以前あの家では身寄りのない一人のおばあさんが住んでいたという。だけど部屋の中で転んで頭をぶつけてそのまま孤独死をしたんだとか。身寄りがないから死体の発見も遅れて部屋を原状復帰させるのが大変だったんです。でもあの家はほぼ新築で駅近のいい物件だから早く売りに出したくて。なるほどね。でも事故死ってことは殺人事件とは違いますよね。あの冷蔵庫にあったお札はどういうことなんですか？実はうちの社員が1ヶ月限定で住むことになった時、その社員がおばあさんの不吉な声が夜に聞こえてくるって言い出して。私と同じだ。それで冷蔵庫の裏にお札を貼ったと。はい、とりあえず適当にお札を貼っておけばおばあさんもそのうち成仏するだろうと思って。まさかその声が本物でまだ聞こえるとは。それで解決したら苦労しないでしょう。すでに住んでいただいていた1ヶ月分の家賃は返金いたしますので、今回のことはどうか秘密に。不動産屋はお金で解決しようとしたが、そういうわけにもいかない。あのおばあさんがどうしてまだあの家に住み着いて成仏していないのかがまだ分かっていない。僕は最後まで解決をしたい。え？ピーターさん、それってつまり。
君もあの家は気に入っているんだろう。なら二人で協力して呪いの声がなくなるように頑張ろう。え？それは弊社としても助かります。もしそのおばあさんを成仏させて謎の声もなくなるようでしたら、しっかり謝礼はお支払いしますので、ご迷惑をおかけした分、家賃も3ヶ月分タダでいかがでしょう。決まりだ。こうして僕たちは不動産屋から事情を聞いた上で、あの家にどうして死んだおばあさんが住み着いているのかを調査することになった。まさかこんな展開になるとは。嫌だった。あ、いえ、そういうわけでは。私も家賃が浮くのは助かりますし。僕に依頼料が払えるくらいにはお金に困ってないんじゃないかい。あれは私を心配した両親に頼んで借りたんです。ビターさんに頼んでよかったですけど、どうしてここまでしてくれるんですか？あのおばあさんの声、何かを心配しているようだった。あの声を聞いた以上、おばあさんの思いを汲み取ってあげたいと思った。優しいんですね。ただの自己満足。それに放っておいて悪霊になられても困る。引き続き全力調査。わかりました。僕たちは冷蔵庫の裏のお札以外にも、おばあさんに関連する何かがないかを探し始めた。でも何もない気がしますけどね。おばあさんは身寄りがないから、家族などの情報もなかった。手がかりはこの部屋だけだ。って、これは。どうしたんですか？天井裏からこんなものが出てきた。え？なんとその部屋の天井裏には子供用のおもちゃがたくさん出てきたんだ。おばあさんは身寄りがなくて一人で暮らしていたはず。おばあさんの前の住人のものでしょうか？不動産屋曰く、この部屋は新築の時におばあさんが一人目の住人となった。つまり君以外はおばあさんしか住んでいない。じゃあどうして天井裏におもちゃなんか。わからない。他にも何か手がかりはないかな。あれ、これは。それはノート。子供が書いた絵日記のようだ。見てみよう。こうして子供用のおもちゃと共に見つかった絵日記を見ると、驚愕の事実が判明した。この絵で描かれているおばあさんって、不動産屋から教えてもらったおばあさんの特徴と全く同じ。つまりこの絵日記はおばあさんと遊んでいた少女のものだ。一体この絵に描かれている少女って誰なんでしょうか？だってこの部屋にはおばあさんが一人で住んでいたはずじゃ。不動産屋はそう言っていた。でもそれは契約上の話であって、実際は違ったかもしれない。近隣住民に話を聞きに行ってみよう。はい。突然浮上したおばあさんと仲良くしていたのであろう謎の少女。その存在を確かめるために僕たちはそのマンションの住民に話を聞きに行った。あのばあさんのことなら覚えているよ。部屋の中で頭を打って死んじゃったんだろう？うん、そのおばあさんです。おばあさんって小さいお子さんと住んでいたりしませんでしたか？いや、ばあさんは一人暮らしだったぞ。ですよね。けど小さい子供とよく遊んでいる姿は見たな。本当ですか？それってこの絵に描かれているような女の子？こんな女の子だった気がするよ。最初は一緒に住んでいる孫かと思ったんだけど、どうやら他人みたいでな。他人？他人の少女がどうしてこのおばあさんと遊んでいたんですか？そんなの俺は知らねえよ。あ、そういえば家の前でばあさんが男性と何か揉めているのも見たな。え？その男は誰？だから知らねえって。それから子供も見なくなったし、気づけばばあさんも家の中で頭を打って死んでいたんだ。ビターさん、これって何か怪しい。君はその話を警察にはしたのかい？警察？なんで警察に話をするんだよ。警察に何も聞かれたりしなかったし、あのばあさんは事故死ってことで片付いたはずだろ。これはさらに深掘りする必要がありそうだ。ありがとう。ちょっとビターさん。僕はこの話を聞いてすぐに近くの小学校の通学路へと向かった。絵に描いてある例の少女がどうしてこの小学校の生徒だと分かったんですか？
小学校の制服姿の少女の絵もあった。その制服がこの小学校のものと同じだったからだよ。あ、なるほど。でも絵に描いてあった少女をこんなにたくさんの中から探すって無理なんじゃ。大丈夫。絵には特徴的なピンク色の体操着袋を持った少女が描かれていた。つまりピンク色の体操着袋を持った子に話しかければいい。なるほど。あ、ってピーターさん、あれ、髪型や容姿、赤い靴まで一緒だね。あの子だ。どうするんですか？事情を聞きたい。話しかけよう。僕たちは絵に描かれていた少女を見つけることができたから、その子が一人になった場所で話しかけたんだ。ちょっと君。え、おじさん誰？おじさん、強烈ショック。突然話しかけてごめんね。お姉さんたち、あなたに聞きたいことがあるの。お姉さんは美人だからいいよ。どうしたの？整形またなし。ショック受けすぎですって。あのね、これなんだけど。このおばあさん、田中清さんのこと知ってるよね？え？これは知っている反応だ。僕たちは君とおばあさんがどんな関係だったかを知りたいんだ。君はおばあさんの家によく遊びに行っていただろう。どうしてだい？それは、仲良く遊んでいたんでしょ？お姉ちゃんたちに思い出とか聞かせてほしいな。私のせいで死んだの。え？今なんて。私は、おばあちゃんのこと、話す資格ないの！あ、ちょっと！大丈夫、追いかけなくていい。どうしてですか？絶対にあの子は何かを知っている様子でしたよ。ああ、間違いない。だから、あの子のランドセルに GPS 付きの盗聴器を仕掛けた。あ、いつの間に？さっき見えたものも気になる。おばあちゃんが成仏できていない理由に迫ってきたね。あと少しだ、行こう。少女のある事実に気づきつつ、僕たちはすぐに GPS を確認して少女の家へと向かった。ただいま。遅いぞ。ごめんなさい。またあのババアの代わりでも見つけたのかと思ったぜ。あのババアはお前のせいで死んだんだ。あの時みたいな余計なことはするなよ。お前は一生俺の娘だ。今日もしつけをしないとだな。待て。なんだお前ら。お姉ちゃんに、おじさん？あなた、今この子に暴力を振るおうとしていたでしょ？はぁ？だったらなんだってんだよ。お前らには関係ないだろ。関係ある。僕たちはその子。そして、君に話も聞かないといけない。君は以前、家の中で孤独死をしたおばあさんと何か関わりがあっただろう。てめえ、どうしてそれは？やっぱり。近隣住民が見たおばあさんと揉めていた男性は君だった。あなたやこの子とおばあさんは一体どういう関係だったの？それを聞きたいの。てめえらには関係ねえだろ。俺はもう終わったことなんだよ。おじさん危ない。おじさんすごい。警察を呼んで。わかった。僕はこの女の子のお父さんを取り押さえて、ひとまず警察へと突き出すことにした。警察に正直に話してくれてありがとね。うん。やっぱり予想通りだった。最初に君に会った時、体に不自然なあざが見えてね。あれから女の子は事情聴取で警察に保護され、体にあざがあったことで父親の DV が発覚した。だけど発覚した事実はそれだけではなかった。以前、君はあのおばあさんの家によく遊びに行っていた。この絵日記を書いたのも君だね。それはおばあちゃん家で使っていたやつ。家には持って帰れなかったの。お父さんにバレたらいけないもんね。どうやら父親から DV を受けていたこの子は、公園で仲良くなったおばあさんの家によく遊びに行っていたらしい。おばあさんも DV の事実を知っていたからこそ、家に遊びに来ることを許していたそうだ。家に帰りたくない私は、おばあちゃんとの時間が本当に大好きだった。だけど、
ある日放課後におばあちゃん家で遊んでいたらお父さんが来て、そこでおばあさんと君の父親が揉み合いになった。それでおばあさんは突き飛ばされて頭を打って死んだんだね。うん、お父さんはずっとおばあさんが死んだのは私のせいだって、だから警察にも正直に話すのが怖くて。大丈夫、あなたのせいじゃない。あなたはお父さんが怖くておばあさんの家に遊びに行っていただけ。今回君が勇気を出して正直に警察に話してくれた。再捜査も始まったし、お父さんは捕まるよ。私はどうなるの？大丈夫、お父さんはずっと刑務所の中だろうし、あなたは児童養護施設で暮らすことになる。もうお父さんを恐れなくていいのよ。そっか。さあ、やるべきことはあと一つだ。こうして全ての真実を解明した僕たちは、その女の子を連れて最後の仕事へと向かった。あんなにさ、ここが次の物件？はい。おばあさん、お待たせしました。ああ、ありがとうね。見たところ悪霊じゃないっぽいけど、どういうこと？キヨさんはこの家で虐待に苦しむ少女をかくまってあげていました。それがバレて父親と揉め事になってしまい、命を落としてしまったんです。本来なら天国に転生予定でしたが、少女の危機を伝えるためにこの物件で人間に SOS を出していたんですよ。そして父親は逮捕され、少女は無事に救われた。事故物件もこれでおしまい。一緒に天国へ行きましょう。どうもありがとうね。え、じゃあバケーションって？3人で天国の桃源郷旅館ですよ。やったー。それではまた、バイバイチーン。おばあちゃん、来るのが遅くなってごめんね。私もう大丈夫だよ。助けてくれてありがとう。天国で安らかにね。失礼いたします。アン様という女性からご指名が入りました。かっこよくて気になったとのことです。もしよろしければ一度お話しされてみませんか？アン、もちろん。選んでもらえて光栄だな。こんばん、キャッチ&リリース。俺は地獄の案内人。ゴクちゃんでも何でも好きに呼んでくれ。あん？あんたはカイイの発射様か。闇の世界にはカイイも住んでいると聞いたけど本当だったんだな。悪いけど俺は発射様のストライクゾーンの子供じゃないぜ。こういう風に女の人に道端で口説かれるのを逆難って言うらしいけど、なんでもそんな逆難に遭遇しまくれるレストランがあるらしい。いかにも怪しそうだが、どんなお話か早速見ていくとしようぜ。突然だけど、みんなは逆難って言葉知ってる？女性が男性をナンパすることをそう呼ぶんだけど、私はこれまで逆難には縁がなかった。多くの女性は私のように逆難をしたことがないんじゃないかな。ああ、ごめん。まずは自己紹介が先だよね。私の名前はアン。普段は OL として真面目に働いている。そんな私はなぜか今、逆難レストランなる場所に来ているんだ。どうしてこうなったのか、話は数時間前に遡る。数時間前、居酒屋にて。ねえ聞いて、逆難レストランって知ってる？何それ？唐突な質問をしてきたのは昔からの友人であるエリ。どこにでもある普通の居酒屋で飲んでいた時、急にそんな話題を振ってきた。じゃあ逆難喫茶は？どっちも知らないよ。エリはごめんと笑いながら、まずは逆難喫茶について説明し始めた。逆難喫茶は、まず女性がマジックミラー越しに男性を見て選ぶ。選ばれた男性はスタッフに呼び出され、個室で女性と男性二人だけでトークをする。相性が良さそうだと思ったら、そのままデートへ出かける。っていう仕組みなんだって。
喫茶というだけあって、男性にも女性にも待機時間には飲み物とちょっとした食べ物が振る舞われるらしい。エリの知っているところは男性が利用料を支払い、女性はタダなんだとか。危ないお店に聞こえるけど。まあ確かに。でもスタッフがちゃんと見張ってくれているし、女性も気に入る男性がいなければ声をかけなければいいだけなんだよ。女性は本当にタダなの？うん、むしろデート代とか言って男性客からお金もらえることもあるらしい。ま、そういうお金に関する交渉はお店は一切関わらないんだって。あくまで男女が個人でどういうデートをするか決めるのよ。へえ。で、逆なんレストランの方は？レストランも面白いよ。喫茶の方は待機ルームで漫画を読んだり動画見てたりする男性の姿を見て女性が選ぶんだけど、レストランは男性がしっかりとした食事をしている姿を監視カメラで女性が見て選ぶんだって。綺麗に食事する人が好きっていう女性が逆なんレストランに行くらしいよ。あははは、何それ。エリは興奮気味に話を続ける。いやー、逆なんレストランめちゃくちゃ興味あるんだよね。ほら、私飲食店勤務してるでしょ。食事している姿って案外個人差出るのよ。そんなみっともない食べ方するって人もいれば、なんて美しいんでしょうって感心する食べ方の人もいる。まさか、これから行ってみようなんて言わないよね。そのまさか、行ってみようよ。一人で行く勇気はないし、アンが行ってくれたら心強いな。ダメ？やだよ。出会いないって言ってたじゃん。もしかしたらいい人いるかもしれないし。確かにそうだった。私の職場は女性が多く、出会いの場はほとんどない。事務職だから外回りすることもないし、積極的に出会おうとしなければパートナーなんてできはしないだろう。一回だけだからね。やったー、ありがとう。というわけで、私たちは逆難レストランに向かうことになったんだ。すごい、本当に男の人たちが食事している映像が映ってる。目的地に着いた私たちは、早速男性を選択するためのモニタールームに通されていた。噂通り、女性客はタダみたい。感じのいいスタッフにお店のシステムを説明された後、実際に映像を見てみることになった。現在、男性のお客様は5名いらっしゃいます。本日お召し上がりいただいているのは和食です。魚の食べ方が綺麗かどうかを見る材料になると思いますよ。では、いいなと思った男性がいらっしゃれば僕にお声掛けくださいね。スタッフはそう言い残し出て行ってしまった。こんなところ来るのは初めてだし、私が誰かを選ぶ立場にあるという事実に嫌に緊張してしまう。男性客は胸元に何番っていうプレートをつけているみたいね。あの番号をスタッフに伝えればいいのか。エリ、いい人いそう？そうね、一番はないかな。見られているって分かっているはずなのに、肩肘ついて食事しているし。確かに、あの人は態度悪そう。で、2番は、私とエリは、あっという間にモニターに釘付けになった。姿も声も、あちらに伝わらないと思ったら、じっくり話し合って考えることができる。特に、その時は私たち以外の女性客がいなかったから、割とリラックスすることができたんだ。私、4番の人がいいかな。食べ方も丁寧だし、動作もなんか落ち着いているように見える。え、アンもそうなの？私もなんだよね。若いし、顔もかっこいいし。かぶっちゃった時はどうしたらいいんだろう。スタッフさんを呼び出して、その人の前でじゃんけんだってさ。じゃんけんって思ったけど、まあ一番平等ではあるし。なるほど。話し合いで解決もできるだろうけど、今回はじゃんけんしてみようよ。どっちが勝っても恨みっこなしね。わかった。エリは決まったら押してくれと言われていたボタンを押してスタッフさんを呼び出した。二人とも4番の人が気になっていることを伝えると、早速じゃんけんをすることに。じゃんけん。勝ったのは私だった。ではアン様、4番の方とお話ししていただく個室へご案内いたします。あ、はい。くそー。あ、
デート楽しんでね。エリはどうするの？もう少し粘っていい人来ないかチェックしておく。先ほど電話で予約された男性客がいらっしゃいましたから、この後も人は増えていきますよ。いいこと聞いた。じゃあアン、デート頑張って。うん。私とエリはそこで別れ、私は4番の男性に会うことになった。個室では10分ほど話し、意気投合したから外へデートに行った。美味しいお店に連れて行ってもらい、普通に楽しく会話することができた。で、その日はそれで終わり。いらないって言ったのに、タクシー代にしてくれと1万円渡されたんだよね。本当にいい時間を過ごせただけだった。お金までもらえたし、連絡先交換しなかったけど、向こうも今回限りって感じだったのかな。初回がそんな感じだったからか、私はすっかり逆ナンレストランにハマっていってしまったんだ。ただ食事をするだけの友人もできるし、縁があればお付き合いに発展する可能性もある。そんな場所最高だもん。週 1,2 回は通うようになったかな。私を誘った張本人であるエリはあまりいい出会いに恵まれず、早々に飽きちゃったみたい。一緒に行こうと誘っても5回に1回くらいしかついてきてくれなかった。アンさ、楽しいしお金もらえるからって言うけど、ほどほどにしときなよ。変な人に目つけられたら後々面倒だし。って最初に誘った私が言うのも気が引けるんだけどさ、エリにはそんな風に注意されることもあった。まあなんだかんだ大丈夫でしょう、なんて謎の自信に満ちていた私。逆難レストランに通うようになって3ヶ月が経った頃、事件は起こってしまったの。困ります。それはこっちのセリフだ。豪華な食事だけして帰ろうなんて都合良すぎるだろう。お店の中でデートは食事だけと説明した上でのマッチングだったじゃありませんか。そんなの建前だと思うに決まっている。私は一人の男性と揉めることになってしまった。彼はウロさん、とある企業の社長さんらしい。逆難レストランではワインを飲む姿がこなれている感じがして選んでみた。私のスタイルであるデートは食事だけという条件も出したし、お金をねだることもしないと最初にきちんと話しておいた。それを OK しておきながら家に帰るなんてどういうことだと怒鳴りつけてきたの。金はいらないというが本音は違うんだろ。3万払えば満足か。そういう問題ではありません。いい加減にしてください。それじゃあ5万。なんて下品な。もう帰ります。あなたからのお金なんて1円も受け取りませんから。おい。私はタクシーに逃げ込み、ウロさんを置いてそのまま帰った。食事中は紳士的だったのに、こうも豹変するなんて。うっかり連絡先交換しておかなくてよかった。はぁ、スタッフさんに報告しておこうと。逆難レストランは問題を起こした男性客を指導してくれる。よっぽどひどい場合は出禁だ。利用前に本名と住所を提出しなくちゃいけないから、それが抑止力になってるんだけどね。悪い夢でも見たと思っておこう。あの女、俺のことバカにしやがって。そうだ、痛い目に遭ってもらおう。世の中甘くないんだ。ひどいことをすればひどいことをされると思い知らせなくちゃな。あいにく俺は裏稼業の人間を何人も知っているんだ。それからも私は逆断レストランに通い続けた。ウロさんのせいで嫌な思いをしたことも忘れて。だってお店を利用するのは圧倒的にまともな人の方が多いんだもん。自分の知らない美味しいお店で食事もできるし、男性からもモテるにはどうしたらいいかと相談されることも多く、その際はしっかり答えている。ウィンウィンの関係ってやつなのかな。まだしばらくはこうして楽しむ日々が続くんだろうと思っていた。でもついに出会ってしまったんだ、運命の人に。その人はテーブルに案内された時からオーラのようなものが全然違った。イケメンで背が高くて姿勢も良くて、スタッフさんに対しても笑顔で丁寧。当然のように食事する姿もスマートだった。スタッフさん、私あの人がいいです。何人もの女性がその人を指名する中、私はじゃんけんで勝ち残ることができた。
で、個室で話した後に外へのデートへ。その人が選んだレストランはこれまたおしゃれでセンスまでいいんだなと確信。僕の名前は医師です。医者をしています。医師で医師なんです。すみません、これ鉄板ネタで。照れくさそうに自己紹介する医師さんがとても可愛く見えてしまった。私、あなたに一目惚れでした。他にも医師さんを指名した女性たちがいたんですけど、じゃんけんで私が権利を得ちゃったんです。そういう仕組みなんですね。でも僕はアンさんでよかった。実はその僕もあなたに一目惚れしてしまいまして。私たちはすぐに恋に落ちた。その日限りで終わりではなかったのは彼が初めてだった。連絡先を交換し、何度かデートを重ね、ついにお付き合いにまで発展したんだ。この時はもう幸せの絶頂。逆難レストラン通っててよかった。もう行くことはないけどね。私は完全に浮かれていたんだ。へえ、あれがアンか。幸せそうに見えるけれど僕のターゲットになるなんてかわいそうに。さて、どうやって近づこうかな。今回は慎重に様子を見ることにしよう。医師さんとお付き合いを始めて数ヶ月。その日はいつものように医師さんおすすめのお店で食事をしていた。普通に楽しく会話をしながらも、なぜか彼はいつもより暗い顔をしている。なんとか私にバレないように気を使っているみたいだけど、そんなの無駄だ。医師さん、どうしたんですか？何か心配事でも？ごめん、顔に出ていたかな。君にだけは心配かけたくなかったのに。顔色が悪いから気づいちゃいました。もし話せるなら、いくらでも相談に乗りますよ。医師さんはしばらく考え込んだ後、静かな声で話し始めた。実は、母が事故を起こしてしまって。え？相手が大怪我を負ってしまった。当然、慰謝料という話になるだろう。でも、母には支払い能力がない。以前、医師さんの家族について話を聞いていた。彼は二人兄弟で、妹さんが一人いる。その子は生まれつき障害を抱えていて、シングルマザーのお母さんが介護しているらしい。仕事も満足にできないほどだから、医師さんが毎月多額の仕送りをしている。だから、医者なのに貯蓄があまりできていないんだと、恥ずかしそうにしていた。そんなお母さんが事故を起こしたら、確かに慰謝料を支払うのは難しそう。被害者の方には誠意を尽くしたいんだ。だから、僕が慰謝料を肩代わりする。それはいい。でも、問題なのは、母が逮捕されてしまうということ。日々の疲れから来る居眠り運転だったんだけど、動転してその場から逃げてしまったんだ。冷静になって出頭したけれど、一度逃げている以上悪質だとみなされそうで。そうなると、僕が妹の面倒を見るしかない。他に頼れる人はいないからね。仕事をセーブすることになると思うんだ。彼がどうして暗い顔をしているのか分かった。医師さんが働かなければ収入源がなくなりますよね。本当に情けないよ。慰謝料を払ってしまえば、収入なしに暮らしていけるほどの貯蓄はいよいよなくなる。どうしたものかと悩んでしまってね。ごめん、アンさんには関係がないことだから気にしないで。結局はどうにかやっていくんだろうし。医師さん、彼は優しい人だ。自分の家族はもちろん、事故の被害者、そして私にまで気を使っている。医師さん、私が助けますよ。え？私もそんなに貯蓄できていません。慰謝料を全額とかなら難しかったと思います。でも、あなたと妹さんが生活していくくらいのお金なら、なんとか作り出せると思うんです。いや、でも。その代わり、あなたは嫌な思いをするかもしれません。私、また逆難レストランに通おうと思っていますから。それって、あのお店の男性客からお金をもらうってこと？はい。でも、浮気はしません。あくまでお食事だけでお金をもらえるよう頼んでみます。どうですか？しかし。医師さんはなかなか首を縦に振らない。その後も長いこと話し続け、ようやく認めてもらえたんだ。ありがとう、アンさん。本当に。
いいえ、助けになれて嬉しいくらいですよ。とりあえずすぐにでもあのレストランに通うようにします。お金の用意をしておきますね。すまない、君がここまでしてくれるとは思わなかったよ。事態が落ち着いたら僕と、いや、これは叱るべき時に話そう。とにかく感謝します。君は僕にとって特別な人だ。私は胸がいっぱいだった。好きな人のためになれるならこんなに嬉しいことはない。頑張ります。何度も頭を下げるイスさんを前に私はそう決意した。それからというもの、私は宣言通り再び逆難レストランに通い始めた。今度はいい人そうとかではなく、お金持ちそうな人にターゲットを絞るように。個室でのトークの時にお食事だけでお金をいただきますときちんと伝えてはいた。当然断られることもあったけど、お金に余裕がありそうな人は快諾してくれた。だいたい 1,2 万円もらえた。解散した後またお店に戻ることも多かった。そうすると多い時で1日5万円以上稼げる時もあったんだ。思ったより順調だ。もらえたお金は会うたびに一さんに手渡し、送金でもいいって言ってたんだけど、きちんと会ってお礼をしたいからってこのスタイルになったんだ。本当に律儀な人よね。そんなことを続けていたある日のこと。何この人。私は一人の男性に目をつけた。まだ若いんだけど、きっちりとしたスーツを着ている。でも他の人とは明らかに違った。だって出された食事に一切手をつけていない。身なりはしっかりしているし、ベンチャーの社長とかなのかな。今日はこの人にしてみよう。失礼いたします。アン様という女性からご指名が入りました。かっこよくて気になったとのことです。もしよろしければ一度お話しされてみませんか。ああ、もちろん。選んでもらえて光栄だな。あの、条件飲んでくださってありがとうございました。ああ、食事後にお礼のお金をもらいたいって条件ね。別に構わないさ。僕の方こそ選んでくれてありがとう。あなた一切食事していなかったので気になってしまって。えへへ、確かに僕はあの場では目立っていただろうね。私は目当ての人と外デートに行くことができた。今は食事のできる場所を探している途中。彼の名前はカカオというらしい。振る舞いも余裕が見て取れて、予想通りお金持ちそうだ。お店で出された食事は口に合わないと思ったんだって。どこで食事します？いいところを知っているよ。案内するからそこまで歩こう。わかりました。ところで話があるんだ。何ですか？どうしてお付き合いしている人がいるのにあのお店に通っているの？心臓がドクンと跳ねた。どうしてこの人知っているんだろう。何のことですか？私、付き合っている人なんて。意地悪な質問だったね。だって僕、全部知っているんだから。君の彼の名は医師。職業医者。母親が事故を起こし、妹の介護をすることになった。そのための資金が足りず、君が助けている、んだったよね。何？何なの？このカカオって人、何者なの？誰か助けて。無駄だよ。気づけばそこは一切人気のない路地裏だった。この人話しながら上手にこの場所まで誘導していたんだ。助けを呼んでも誰も来そうにない。どうして私のこと知ってるんですか？仕事の都合で君のことを調べた。仕事？普段なら絶対に話さないんだけどね。今回はあまりにもひどいから君を救ってあげようと思って。カカオさんは淡々と話し始めた。彼は裏稼業だということ。私を逆恨みしたウロさんに私の殺害を依頼されたということ。その過程でイスさんとのことも調べたということ。あまりにも突拍子のない話だけど、信じる方がこの状況にいる自分を納得させることができそうだ。ウロさんって唯一揉めた人？うん、彼、君に多額のお金を騙し取られたから復讐してくれと僕に依頼してきた。え？
1円もいただいていませんよ。君を調べていたら彼が嘘をついていたとわかるよ。僕に嘘をつくなんて信頼関係もあったものじゃない。だから僕も彼を裏切る。こういう勝手な理由での殺しの依頼は気に入らないんだ。そう周知しているはずなんだけどね。ウロさん、そこまで悪い人とは知らずに選んでしまいました。見極めるなんて無駄だよ。逆難レストラン、食事の様子を見るだけじゃないか。その人の人間性まで知ることは難しい。彼、裏の人間に知り合いが多くいるようでさ、彼の意にそぐわないことをしてきた人を簡単に殺させてきたらしいよ。私は怒りでいっぱいになった。ウロさんは生きていていい人じゃない。イシさんのように優しい人もいるのに、ここまで醜悪な人がいるなんて。感情的になった私は自分でも驚くようなことを口にしていた。カカオさん、ウロさんの殺害を私が依頼することはできますか？カカオさんはじっと私を見ている。お金は時間がかかっても必ずお支払いします。だからお願いします。今回あなたに見逃してもらったことが分かれば、ウロさんは別の殺し屋を私に送り込んでくるかもしれない。それだけは嫌です。実は僕の方からそう提案しようと思っていたんだ。依頼してくれないって。よかった、君がその気なら助かるよ。僕はあくまで殺し屋だから、依頼のない殺人は避けたいからね。お金はいらないから、僕がウロを始末する。その事実が周りに知れたら、僕にふざけた依頼をしてくる人間も減るだろうし。ありがとうございます。構わないよ。ところで、君は僕の依頼人になった。誠実な依頼人のことは、僕もしっかり守りたいんだよね。え？なんだか含みのある言い方。まだ何かあると言うんだろうか。君が始末を依頼すべき人間は、もう一人いるんじゃないかな。カカオさんは資料と写真を何枚か私に手渡してきた。それは、え？イシさんが何人もの女性とデートをしている写真。笑い合っている写真。その中でも、とびきり綺麗な人にブランド物を買い与えている写真。これ。資料にも目を通してほしい。資料には、イシさんの個人情報が記載されていた。でも、おかしい。名前が医師じゃない。しかも職業は医者ではなく詐欺師。そう、君は詐欺師に騙されているんだよ。彼にはかわいそうな家族はいない。君のように彼に騙されお金を取られた女性は数えきれないほどだ。彼が愛しているのは本命の女性だけだよ。君じゃないんだ。そんな。自分で確かめるといい。その上で出した結論であれば僕も協力できるからさ。カカオさんはそう言って去っていった。連絡先が書かれたメモを置いて。あん、最近何かあった？やけにすっきりした顔してるじゃん。え、そう？別に何もないよ。エリには言えない。いや、エリだけじゃなく、誰にも秘密だ。私はあの後、イシさんと話をした。騙していたのか確かめるために。彼は最初否定していたけど、本命彼女の写真を持っていると突きつけたら豹変。私を殴ってその場から逃げ出したの。だから私は。全部僕に任せて。もう二度と君と僕が関わらなくて済むことを祈っているよ。そう言われて電話が切れて、それっきりだ。確認のためまたカカオさんに電話したけれど、この電話は現在使われていないとアナウンスが流れた。イシさんとも連絡はつかないし、彼がどうなったのか知るすべもない。それはウロさんも同じ。きっとカカオさんが二人を。ううん、考えるのはもうやめよう。まあ、いろいろ片付いたというか、そんな感じ。ふーん。それよりこの後どうする？久しぶりだし、逆難レストラン付き合ってあげようか。あんたハマってたもんね。もう行かないよ。え、なんで？もしかして彼氏できた？そんなんじゃない。ただ懲りただけ。せっかくカカオさんが助けてくれたんだ。嫌なことは忘れて前向きに生きてみようと思う。
今はエリみたいな友達がいてくれれば十分だよ。何よそれ、かわいいやつ。一斉さん、悪い、ちょっと厳選視察に付き合ってくれないか。構いませんが、どこへ。逆難レストランだよ、資料はこれ。あらあら、ここに映っているお客さん、もしかしてはっちゃんでは。俺が逆難を断ったらここに入り浸るようになっちまったみたいなんだ。被害者が出る前に連れ戻さねえと。了解です。黒猫ファミリーの皆さんも出会いの場を大事にするのはいいですが、ほどほどにしましょうね。それではまた、バイバイチーン。ウロも意思も滞りなく完了っと。裏社会ではウロが始末されたことがすぐ情報として流れるだろうね。みんなも嘘はいけないよ、嘘は必ずバレるんだからね。いや、話して。これで懸賞金1000万だ。あなたはシャイガイ。助けに来た。お前を絶対死なせない。こんばん。だからもう見ないでください。ミステリー案内人です。見ないでくださいったってな。今日はどうしたんだ。実は連日の激務で肌荒れがすごくて恥ずかしい。ゴクちゃんはすごく肌が綺麗ですよね。ん？まあ俺は元天使だからな、体が不調になること自体無縁なんだよ。羨ましい。さて今日は前回紹介したシャイガイ弱体化のその後の物語、シャイガイが弱体化する原因となった知られざる過去についてお話ししましょう。それではどうぞ。どうしてこんな目に。いたぞ、脱走犯の賞金首だ。私の名前はユナ。冤罪で刑務所に投獄されたんだけど、とある助けがあって脱走に成功した。でも刑務所は私の脱走を許さなかったらしい。なんと私に賞金をかけてきた。それを知ったのは今朝のこと。街を歩いていた時、街頭のモニターに私の顔写真がデカデカと流れてきたのだ。先日刑務所を抜け出し、未だ逃走を続けている殺人犯のユナ。捕まえた人や有力な情報を提供してくれた人には賞金1000万円が支払われることが決定し。なんですって。絶対に捕まるわけにはいかない。私は悪くない。私の元恋人はひどい DV 男で、自分の身を守るために彼を突き飛ばしたら、その拍子に頭をぶつけて彼は亡くなってしまった。殺意なんてないし、むしろ正当防衛が認められてもいいくらいなのに。私は何かの手違いでそのまま刑務所送りになってしまったの。せっかく脱獄して得た自由を手放すなんて絶対に嫌。でも素人の私が逃げ切れるはずもなく。こんな普通の女が凶悪殺人犯ね。人は見かけによらねえな。だからそれは冤罪で。なこと俺らにとってはどうでもいいんだよ。これはもしかしてあの個体をもっと研究するチャンスなんじゃないのかな。よし、バッチリ映っているね。確か彼が逃げたのは丸猫森の奥深く。よし、急ぐとしよう。いやあ。やあ、久しぶりだね、シャイガイ。おっと、君は僕よりやっつけなきゃいけない相手がいるはずさ。いやあ。さあ、どうする。予想通りだ。映像を見ただけでもあの女性を助けに走っていった。しかも僕のことなんて気にも留めずにね。彼の弱体化の秘密、徹底的に探らせてもらうよ。いや、話して。これで懸賞金1000万だ。あなたはシャイガイ。助けに来た。
お前を絶対死なせない。私は懸賞金目当てのヤクザたちに捕まり、廃工場のような場所に連れてこられていた。このまま警察へ引き渡されようとしていた、その時、なんとシャイガイが現れたの。以前、私が刑務所に捕まった時、脱走を手助けしてくれたのは、まさに彼だった。シャイガイは、他の人にとっては、目が合っただけで殺されるという恐ろしい化け物。でも、私にとっては、私のことを助けてくれる心優しい存在。もう二度と会えないと思っていたのに。また、私を助けてくれるの？当たり前だ。お前は目をつむってそこで待っていろ。シャイガイに言われた通り目をつむる。すると、次々と聞こえてくる叫び声、そして床にドタドタと倒れていく音。きっとシャイガイがヤクザたちを一掃してくれているんだろう。終わったぞ。でもお前は見ない方がいい。そのまま目をつむっていろ。お前を森まで連れて行く。森に？しばらく静かに暮らせる場所にいた方がいい。そうね、そうよね。あなたと行くわ。シャイガイが私を抱きかかえようとした、その時、私の体が勢いよく持ち上がる。ああまた会ったね、死刑囚のユナ。あなた、あの時の赤髪の。どうも、僕はカカオ。刑務所に潜入してシャイガイをいじめた最低なやつじゃない。君、ちょっと思い込みが激しいんじゃないかい。まず刑務所に潜入するのは僕の趣味だからどうこう言われる筋合いはない。さらに言えば、僕がやっていたのはいじめじゃなくて研究だよ。 SCP という人に災いをもたらす存在を攻略することはいいことじゃないか。彼は悪い存在なんかじゃない。こうして私を助けてくれたもの。はあ、それは君があの個体にとって特別な存在というだけさ。僕はその特別な現象をもっと調べたい。 SCP 弱体化、これが今後大きな鍵になるんだからね。カカオと名乗った男は不気味な笑みを浮かべる。ダメ、この男にシャイガイを渡したらきっとひどいことになる。お前だけをどうにか逃がしたいんだが、俺にはわかる。あの赤髪は強い。シャイガイ。そうだ、君とシャイガイは話せるんだったよね。一体何を話しているのか僕にも教えておくれよ。ええシャイガイ。私はポケットに忍ばせていた催涙スプレーをカカオに吹きかける。一瞬の隙をついて逃げ出し、シャイガイの元へ飛びついた。そしてシャイガイは私を抱えたまま猛スピードでどこかへと消えていく。いくらカカオが強いと言ってもそう簡単には追いつけないだろう。ふふ、やられたなんてね。ユナを拘束したのは発信機をつけるのが目的。さ、二人に何が起こるのかじっくり観察させてもらうよ。丸猫森にて。その後、シャイガイは森の奥深くで立ち止まり、私をそっと下ろしてくれた。どうもありがとう。ここまで来ればしばらくは大丈夫そうね。ああ、だがずっと俺と一緒にいてはいけない。あいつの目的は俺と俺の弱体化についてだろうから。ねえ、前会った時言っていたわよね。私が、その、あなたが大昔恋をした人に似ているって。忘れてくれ。思い出したくない。お願い、教えて。私、あなたのことが知りたいの。私の命を二回も助けてくれた、あなたのことを。ああ、わかった。話そう。その話、僕にも聞かせてもらおうか。どうやって逃げて、シャイガイ。まあ待ちなよ。僕はね、君たちの命を奪いたいんじゃない。ただ研究がしたいのさ。だからほら、これをつけておくれ。カカオがそう言って取り出したのは、頭にかぶる何かの装置のようだった。これを全員がつけることで、シャイガイの記憶を映像として共有できる。僕はシャイガイの声は聞こえないし、それにユナだって映像で見られる方がいいだろう。し、
信用していいの？確かに、俺たちを殺すことはあの男にとってメリットのないこと。俺の過去を知ることで俺たちを解放してくれるならその方がいい。彼の過去を知って弱体化の秘密に納得したら私たちを放っておいてくれる？ああ、約束しよう。わかったわ。こうして私たちはカカオから渡された装置をかぶることに。すると頭の中に映像が流れてきたの。ここはチャイガイの記憶の中と言えばいいのかな。彼の記憶が映像として僕らの脳内に流れてきているんだよ。あの人は？あれは俺の生前の姿だ。あの人が？俺は生前ジェイス・アンバーソンという名前だった。小さな町の教師をしていて、それなりにうまくやっていたと思う。ジェイス、お帰りなさい。ただいま、ユーナ。そして俺にはかけがえのない恋人ユーナがいた。彼女が君にそっくりという女性のことだよ。あ、本当、よく似てるわね。生まれ変わりってやつなのかな。さあどうだろうな。ユーナは町でも評判の美人で、俺にはもったいない恋人だった。もう少ししたら結婚しようという話もしていたんだよ。だけど俺たちに悲劇が襲うんだ。ユーナ、頼む、どうか私と結婚してくれ。君を必ず幸せにすると約束するから、頼むよ。ゴーリス判事、困りますわ。あの人は？ああ、ゴーリス判事、今で言う裁判官だ。当時判事というのは絶大な権力を持つ職種だったんだよ。言ってしまえば貴族が平民に結婚を迫るようなものだったんだ。なるほど、庶民であるユーナからすれば身に余る申し込みだったというわけか。ユーナさんはなんて返事をしたの？彼女は？ゴーリス判事、申し訳ありませんがお受けできません。私には愛するジェイスがいます。私の人生はジェイスと共にありますの。失礼します。そんな行かないでくれ。ユーナ。ユーナさんは一途で素敵な人だったのね。ああ、だけどその一途さがゴーリスを狂わせてしまったんだ。許さない。そうだ、あの男がいなくなれば彼女はきっと目を覚ましてくれる。私だけのユーナに、私だけの女神に。僕は何もしていません。その日はいつものように学校で仕事をしていました。それに旅人のおじいさんなんて面識がありません。殺す意味が僕にはありません。黙れ、証拠は揃っているんだ。お前は有罪、町を追放とする。そんな、どういうこと？なるほどね、無実の罪を着せて町からジェイスを追い出したんだ。そんなことができるの？言っただろう、当時の判事が持っていた権力はかなり大きい。罪をでっち上げ、金で証言人も雇えば人の人生を狂わせることくらい簡単なことだったろうよ。嘘よジェイス、あなたが無実だって私には分かってる。私も一緒に町を出るわ。ダメだよ、君は一人娘じゃないか。君がいなくなったらお父さんとお母さんがどれだけ悲しむか。それに僕は罪人になってしまった。きっと君との結婚は認めてもらえない。さようなら、愛しているよ、これからもずっとね。ああ、ジェイス、こんなひどいこと。で、町を追われた君はそれからどうしたんだい？船乗りに加えてもらって生活していた。当時船乗りは人手不足でな、一度乗れば数年陸に戻れないから所帯持ちには人気がない。でも船の運送は欠かせなかったからお金はもらえたし、罪を償った元罪人なんかも多く集まっていたんだ。だから俺も船乗りとして第二の人生を歩み、10年陸に戻ることはなかった。でも町に残されたユーナさんはどうしていたのかしら。ああ、俺も陸に戻ってからどうしてもユーナのことが気になって、
一度だけ町へ戻ることにしたんだ。10年経っているとはいえ、小さな町だし、俺のことを覚えている人の方が多いだろう。だからフードをかぶって変装し、名前もジョイと名乗ることにしたんだ。そこで俺は衝撃の光景を目にすることになる。あ、すいません。はーい、何、旅の方かい？はい、ジョイと言います。あそこを歩いてる人、ゴーリス判事では？ああ、そうだよ。知ってるのかい？昔、別の教会でお見かけしたことが。そうなのかい。悪いことは言わないから、関わらない方がいいよ。隣を歩いているのは、奥さんですか？ああ、別の村から連れてきた若い女さ。本当に、ユーナが気の毒でならないよ。ユーナとは？ゴーリスが熱を上げた若い女さ。美人でいい子でね。恋人もいたんだよ。そいつもいい子だった。でも、ゴーリスは金に物を言わせて、ジェイスを非道な手を使ってこの町から追い出した。誰もジェイスを助けてやれなかった。私らはみんな罪人なのさ。町の人もあの日のことを後悔していたのね。ま、見て見ぬふりをしていたんだ。罪人と言われても仕方ないね。ねえ、ユーナさんはどうなったの？ユーナは？そのユーナさんは、今ゴーリス判事の奥さんではないんですか？ユーナは、どれだけゴーリスに言い寄られても、決して首を縦に振らなかった。そしてついに痺れを切らしたゴーリスが、ユーナに罪を着せてね。幽閉してしまったんだよ。幽閉？もう10年前の話さ。今あの子がどうしてるか誰もわからない。幽閉されてる場所はわからないんですか？噂じゃゴーリスが管理している町外れの教会らしいけど、怖がって誰も近づかないさ。ゴーリスの手下が見張りでうろうろしているからね。ゴーリスがあの若い女を連れてきたのが先月のことさ。それ以来その教会には立ち寄っていないっていうから、もしかしたらもうユーナは死んじまったのかもしれないね。その言葉を聞いたとき、俺の頭は真っ白になった。10年もの長い間、ユーナはたった一人で薄暗い教会で過ごし、ゴーリスからヘドが出るような愛の言葉をささやかれ続けていただなんて、考えただけでも死にそうになる。俺なら自分で命を絶っても不思議ではないのに。どうして？気がついたときには、俺は町外れの教会へと走っていた。ユーナ！誰だ？お前、ゴーリスの手下か！ユーナはどこだ！お前、誰だ？うるさい！ユーナを出せ！俺は怒りに任せて、ゴーリスの手下を突き飛ばす。するとそいつは、打ち所が悪かったのか、転んだまま動かなくなった。おい、お前、しっかりしろ、おい！ゆっくり近づき、声をかけるが、返事はない。そしてフードを取ったとき、俺は絶望した。ユーナ？そんな、どうして？なんで？ああ、夢を見ているみたい。ジェイスがいるわ。俺だよ！俺がジェイスだよ！どうして、こんなに痩せて、一体何が？ゴーリスは、自分が愛されないと悟ってから、私をこの教会に閉じ込めた。そのうち私に興味がなくなって、でも、いつかジェイスが帰ってくると思うと、この町を離れられなくて、ずっと、この教会にいたの。そして今日、久しぶりに人が来た気配がしたから、出てきたの。ねえ、夢を見ているみたい。ジェイス、もっとよく、顔を、見せて。そう言ったきり、ユーナは動かなくなってしまった。そんな、ユーナ、ユーナを抱きしめ、泣き叫び続ける俺。そうして胸の奥に渦巻いたどす黒い何か。殺してやる。
この世のすべてを殺してやる、殺してやる、殺してやる、殺してやる。久しぶりだな、ゴーリス。な、お前、まさか、ジェイス。死ね。その後も俺は、町中の人間を手にかけて回った。そしてふと、鏡に映る自分を見たとき。やだ。俺、なんてことを。見るな。見るな、見るな。誰も、俺を見ないでくれ。こんな化け物。人間としての記憶は、そこで止まっている。ユナ、シャイガイはなんて？人間としての記憶は、ここで止まってるって。なるほどね。君は誤りとはいえ、ユーナを手にかけたことで正気を失い、町の人間すべてを手にかけた。そして鏡に映っていたのは恐ろしい殺人鬼。自分の姿を誰にも見られたくないという強い思いが、君をシャイガイへと導いたというわけか。面白いね。何も面白くない！ふざけないで！こんな悲しい過去！そんなこと言ったってしょうがないだろう。過去は変えられないんだ。でもま、この記憶がある限り、シャイガイとなったジェイスは永遠に苦しみ続けるわけだ。それはま、同情するけれど。そう言ってカカオは、カバンの中から2本の注射器を取り出す。一体何をするつもりなのかと、私は思わず身構えた。そう怖がることはないよ。これは生前の記憶を消す薬さ。前世に苦しむ人間というのは一定数いてね。これを使えばシャイガイは苦しみから解放されるかなと思って。あ、ちょうだいよ。ダメだよ。これは貴重な薬だからね。ただ持っていると言っただけさ。それじゃ、話を聞かせてくれてありがとう。カカオが立ち去ろうとした時、私は大慌てで駆け寄り薬を奪い取った。何をするんだい？返しておくれよ。返さない。ねえシャイガイ、忘れてしまいましょう。ユーナさんのこと、辛かったこと全部ね。ユーナ、ダメだ、やめるんだ。そうしたら二人でこの森で暮らしたらいいのよ。私はシャイガイの静止も聞かず、彼の腕に注射器を差し込む。すると、なんてことをしてくれたんだ。僕は言ったはずだよ、君は思い込みが激しすぎるってね。何よ。シャイガイが弱体化していたのはユーナの記憶があったからだろ。それがなくなってしまえば。関係ない。だって消えるのは生前だけでしょ。私との記憶は残るんだから。私と彼の絆は特別。僕は自分の命が惜しいからね。さようなら、ユナ。シャイガイ、どうしたの？ユナのやつ、なんてことをしちまったんだろうな。カカオも止めることはできたでしょうが、止めることに意味を感じなかったのかもしれません。ユナはおそらくシャイガイに恋をしていました。そんなシャイガイを救うため、生前の記憶を消してあげたい。そんな間違った善意が自身の命を追い詰める、悲しい出来事でしたね。この後お話はもう少し続きます。最後までお楽しみに。それではまた、バイバイチーン。ああ、やはり弱体化の鍵となるのは生前の記憶のようだ。今回のように忘れられない恋愛のような強い思いである方が弱体化は強まりそうだね。そして記憶を消せば元通り凶悪な SCP になることが証明された。彼とぶつけるのにはぴったりだね。え？ユナがシャイガイの記憶を消したのは偶然さ。僕は何も仕向けちゃいないよ。人の恋心というのは暴走すると誰にも止めることができない。いい勉強になったさ。それじゃ近いうちに会おう、バイス。また私こんなもの食べて。もういや、私は綺麗になりたいの。運動もしたいし、食事制限も。
こんばんデブエット。地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。あら、美味しそう。一口いただきます。あ、こらこつ。これはお前の分の飯じゃないぞ。つまみ食いするんじゃねえ。いいじゃないの。っていうか、こんなにたくさんお料理作ってどうするの？地獄には拷問を担当してくれている動物がたくさんいるだろ。これは拷問担当の中でもでかくて重たい生き物用だ。体をより大きく、体重をより重たくする特別な料理。一口食べただけで骨髄もブクブク太るかもな。いやー、ま、骨は太らねえだろ。でもあの SCP なら骨髄も太るのか。みんなも今日の話を見て太らないように気をつけてくれな。はい、ゆきちゃん、注文のコーヒー。ありがとう、ナターシャさん。今日も情報収集？うん、注目してるブランド、新作のコスメ出たから買った人のレポート読んでるの。好きなブランドでも合う合わないはあるからさ。はあ、最近の女子高生はマメだね。ナターシャさんだってそんなに年齢変わらないじゃん。その数年が大きな差なのよ。ま、ごゆっくり。ありがとう。うわ、またそんなに砂糖入れて。美容にこだわりたいなら食生活にも気をつけなよ。だって甘い方が美味しいんだもん。じゃあコーヒー頼まなきゃいいでしょ。うちには美味しい紅茶もココアもあるし。コーヒー飲んでたら大人の女に見えるでしょ。何言ってんだか。ナターシャさんは笑いながら仕事に戻ってしまった。黒カフェは私の行きつけ。店員のナターシャさんはまるでお姉ちゃんみたいに親切にしてくれるし、メニューも豊富で美味しいものばかり。騒がしいお客さんもあまり見かけないし、のんびりした時間を過ごすには最適な場所なんだ。さてと、ネットサーフィンに戻りますか。さっきのやりとりでなんとなく分かったかもしれないけれど、私はコスメや洋服などに興味津々。なるべく情報を集めてよりいいものを手に入れるために一生懸命なんだ。何のためにそんなことしてるのって言われたら少し困るけどね。ただ好きで自分磨きしたいだけなんだし。わあ、この人スタイルめっちゃいい。メイクもうまいし、服もセンスあるな。この人の他の投稿も見てみようっと。たまたまタイムラインで見かけた女性。本当に何気なく彼女の投稿を遡って見てみた。美容に関するつぶやきが多かったけど、ちょくちょく知らない単語をつぶやいているのが気になる。SCP めっちゃ面白い。徹夜で見てしまう？この人、この期間ほとんど SCP の話ばっかりしてる。SCP って何？私が知らない美容サイトか何かだろうか。調べてみよう。きっと華やかな世界が広がっているんだろうなって思った。でも、全然そんな感じじゃなかった。SCP 財団、共同創作コミュニティサイト？異常な性質を持つ存在を管理する団体。SCP は特別収容プロトコルの略で、ふむふむ。私は夢中で読みふけった。不死身の体を持つ通称クソトカゲや、絶対に姿を見られたくないシャイガイなど、今まで出会ったこともないような存在がそこにはたくさんあった。ホラーというか、ファンタジーというか、不思議な世界観を持つ SCP。私は一瞬でファンになってしまったんだ。面白すぎる。確かにこれは徹夜で見ちゃいそう。その存在がどんな性質を持つのか、周りにどんな影響を及ぼすのか、どのように収容すべきなのか、次々と知りたくなる。ペスト医師、彫刻、ピエロのボブル。やばい、無限に読んじゃう。無限に読まれるのは困るな。そろそろ閉店だし。え？ユキ、いつも以上に夢中になりすぎ。もう外真っ暗だよ。まだいることにびっくりしたわ。もうそんな時間？やば、お母さんに怒られちゃう。でしょうね。私も帰るし送っていこうか。今日車だよ。いいの？ほっといて帰れないでしょうが。ほら行くよ。ありがとう、ナターシャさん。ユキ、好きなことに熱心になれるのはいいことだけど、ほどほどにしておくのよ。はーい。はあ、心配だわ。
その日からというもの、私はカフェで SCP についてばかり調べるように。何本も映画を見た後のような満足感を得られて本当に楽しかった。でもある日、 SCP-2611 とある SCP が目に留まった。この SCP は見た目は身長156センチの女性。でも彼女は250キロという体重のせいでベッドからほとんど動くことができない。少なくとも1日8時間はドラマやトークショーといったテレビ番組を見る必要がある。これは SCP-2611 の1という存在をおとなしくさせるため。 SCP-2611 の1ってなんだろう。もっと読んでみると謎が解けた。 SCP-2611 はもともとどこにでもいるような普通の女性だった。でも突然知覚力を持った脂肪細胞の塊に寄生され、自分が自分ではなくなってしまったんだ。その脂肪細胞のことを SCP-2611 の1と呼ぶらしい。 SCP-2611 の1は女性の意識を乗っ取り、本人が求めていないにもかかわらず大量の食べ物を摂取させる力を持っている。食べた記憶さえないのにブクブクと太っていってしまう体を見るのは怖いってもんじゃない。しかも SCP-2611 の1が意識を乗っ取る時間は日に日に長くなる。 SCP-2611 の1が SCP-2611 の口を使って話すことも可能で、会話も成り立ってしまう。最終的には SCP-2611 本体の人格は1日にたった 1、2 時間しか現れることができない。だったら SCP-2611 の1を摘出してしまえばいいじゃんって思った。でも重要な臓器に完全に融合してしまっているらしく、それは難しいんだって。現在でも研究が進められており、今のところ SCP-2611 は SCP-2611 の1と共存していくしかないそうだ。怖っ。ついそう言ってしまうほどじわじわと背筋が凍るような内容だった。そんなのに寄生されちゃったら人生終わりじゃん。自分の好きな体を失って、自分の意識を失って、鳥肌立った。あ、寒いの？大丈夫？私がよっぽど青ざめていたのか、向かいのテーブルに座っていた女の子が声をかけてきた。ごめんなさい。心配してもらうようなことじゃないの。ただ、ちょっと怖いサイトを見ていて。怖いサイト？ SCP って言うんだけど。ああ、私それ知ってるよ。なんて SCP を調べていたの？ SCP-2611 だよ。私はその女の子に詳しく解説してあげた。女の子、名前はガーナちゃんというらしく、初めてこのカフェに来たみたいだ。すごく真剣に話を聞いてくれて私も嬉しかった。もしそんな SCP が自分に寄生しちゃったらどうしようって不安になってたんだ。私コスメとか服とか大好きで、一応外見にも気を使っててさ、知らないうちに爆食いして太ったら最悪だと思ったの。なるほど、それであんな真っ青になってたのか。あるわけないって分かってても怖いもんは怖くて。 SCP か、100% 自分たちに関係ないって言い切ることもできないんだよね、経験上。経験って？あ、いや、こっちの話。あ、でも気をつけようと思うのは大事だってこと。え、そんなのフィクションだからありえないって言われるかと思ってたのに、余計怖くなっちゃったじゃん。するとガーナちゃんは笑った。大丈夫、普通の人はそんなことに巻き込まれるなんてほとんどないんだと思うし、それにたとえ SCP が干渉してきたとしても、そんなの弾き飛ばしてしまうほど努力したらいいんだにゃ。どういうこと？例えば体型維持のために運動頑張ったり、食事制限をしたり、しっかり意識すれば怖いことなんてないよ。なんか思ってたより体育会系だね。そう？ガーナちゃんは照れくさそうにしている。今日会ったばかりだけど、なんだか昔から友達だったみたい。ねえ、もしよかったらこれから一緒に自分磨きしていかない？ガーナちゃんはもう十分可愛いけど、さらに上を目指したら最高の女の子になれるよ。私はあと数キロ落としてどんな服でも似合うようになりたいんだ。ユキちゃんも十分細いよ。
お腹とか隠れてる部分の脂肪を燃焼させたい。切実な願いだね。果ても賛成。万が一どちらかが SCP-2611 の1に寄生されたとしても、二人で一緒にいたらなんとかなりそうじゃない？意識が奪われて爆食いしそうでも片方は正常なんだからさ、止めてあげたらいいんだよ。おう、なるほど。集合場所はこのカフェ。時間はいつが都合いい？夕方なら大丈夫。オッケー、じゃあ夕方。二人で集まってランニングしたりヨガしたり食事メニュー考えたり頑張りましょう。おお。あ、でも今日までは美味しいパンケーキ食べるの許してくれる？このカフェ口コミ良かったから気になってて。それはもちろんだよ。ちょっと意識低いこと言っちゃうけど、明日から頑張ろうね。うん。また何か始めるつもりか。仲間まで増やしちゃって。まあでも、カフェの中に引きこもってスマホとにらめっこしてるよりは、よっぽど健全ね。翌日。準備運動はした？ガーナちゃん。もちろん、いつでもスタートできるよ。私たちは宣言通りカフェで集合し、近くの公園に移動してきた。これから30分ほど走るつもりだ。よーし、行くぞ。ファイト。おー、2時間後。うえー、疲れた。ゆきちゃん体力ないな。ガーナちゃんが異常なんだよ。息一つ乱れてないってどういうこと？普段から割と運動してるから、これくらいは朝飯前だよ。なるほど。そうじゃなきゃそんな体型にはなれないよね。ガーナちゃんすごいな。完全に体はバッキバキだけど、出だしは上々だと思う。これを続けたら SCP に寄生されたとしても SCP-2611 のように250キロまで太りはしないはず。また明日も頑張ろうね。もちろん。私たちは1週間休むことなく2人で体を動かし続けた。それなのに、え？翌日。やっほー。どうしたのゆきちゃん、全然ヤッホーなんてテンションの顔じゃないよ。ガーナちゃん聞いて、私体重増えてた。そうなの？でも多分筋肉じゃない？割とハードに動いてもいたし。そんなんじゃない。だって1週間で3キロも増える。3キロ？さっきまで笑っていたガーナちゃんの顔が曇る。おかしいよね。私、間食もしてないし、普段の食事の量も減らしたんだよ。うん。食べたものお互い毎日報告し合ったもんね。私、ガーナちゃんの前でおかしな行動を取ったりしてない？絶対してない。何かを食べようとしてるところも見たことないよ。もし異変があるとしたら、家でのことなんじゃ。そうだよね。お母さんに聞いてみようかな。それがいいよ。その日、帰宅して母に尋ねてみた。答えは恐ろしいものだった。ああ、3キロ太ったの？ってことは、最近冷蔵庫のもの減ってたのあなたのせいだったのね。お父さんかと思って叱っちゃったのに。え？おかしいと思ってたの？うん。でも、お父さんが夜中にお腹空いてつまみ食いすることなんて今までもあったから、わざわざあんたに言うことでもないと思ってたのよ。あの人、普段なら叱ったらすぐ謝るのに、今回かたくなに認めないから、おかしいとは思ってたんだけどね。そんなに冷蔵庫の中身減ってた？冷蔵庫だけじゃなく、戸棚のお菓子とか買いだめしておいたジュースとか、結構なくなってる。恐ろしくなった。家族は私入れて3人だから、お母さんとお父さんが知らないというのなら、食べたのは私しかいない。でも、そんなの全く覚えていない。SCP-2611 の1。もしかして、本当に私に寄生した？ SCP？ 何の話よ。なんでもない。私は恐ろしくなって部屋に閉じこもった。次の日、体重を測ると、さらに1キロ増えていた。じゃあ、やっぱりユキちゃんは無意識のうちに爆食いしてたってこと？そうなる。
ねえ、どうしよう、ガーナちゃん。SCP-2611 の1に寄生されちゃったら、対処法は今のところないんだよ。落ち着いて。ユキちゃんはまだ1日のほとんど意識を保っていられるでしょ。夜中だけお母さんに見張ってもらえば大丈夫だよ。あ、そうだよね。うん、見張りを頼めばいいのか。ちゃん、ユキちゃん。え？はっとすると、私の体を押さえているガーナちゃんと心配そうなナターシャさんの姿が見えた。何？何って、覚えてないの？うん。ユキちゃん、突然キッチンの方に歩いて行って、そこら中にあるもの食べようとしたんだよ。私とナターシャさんで必死に止めたんだから。嘘でしょ？今、意識乗っ取られてたってこと？ユキ、病院に行こう。何か悩んでることがあるんじゃない？そのストレスで変になってるんだよ。違う！そんなんじゃない！ストレスなんて今までなかった。このタイミングでこの症状は、間違いなく SCP-2611 の1だよ！説明として書いてあった。この SCP に寄生されたら、最初は無遊病とかそういう病気を疑われるって。でもきっと、今私の体内を調べたら、私の臓器には SCP-2611 の1が、やだ！いやー！ユキ！今ユキちゃんパニックになってる！そうだけど、っていうか SCP って何？説明する。でもその前にユキちゃんを眠らせるのが先。ごめん、緊急事態だから。あれ、私。ユキ！お母さん？ユキちゃん、ここは病院だよ。ごめんね、思ったより強く気絶させちゃって。ガーナちゃんが申し訳なさそうに頭を下げた。でも、全然覚えてない。気絶させたのは、ユキがパニックになって私を突き飛ばしたからなの。ガーナちゃんは悪くない。でも、だからってユキも悪くないよ。みんな、迷惑かけたみたいでごめんなさい。私、本当にもう、一体どうしたのよ。あんたが内臓がどうこう言ってたみたいだから、一応検査もしてもらったよ。内臓の検査。知りたかったことだけど、いざ結果が出たとなると怖い。やっぱり、なんか変な影があった。いや、もうめっちゃ綺麗って。え？異常なし。成長期だからたくさん食べちゃうだけでしょ。体重の増加もこれで終わるなら心配しなくていいってよ。なんだそれ。力が抜けてしまう。どうやら私、SCP-2611 の1に寄生されたわけじゃなかったみたいだ。ユキちゃん、ナターシャさんとは話したんだけどね。きっと SCP の存在を怖がりすぎて、思い込みで変な行動を起こしちゃったんじゃないかな。私、そんな経験今までないけどな。それくらい今回ユキが SCP にのめり込んで、SCP に影響されたんでしょ？まったく、こんなことになるなら、美容系の情報収集ひたすらやっとく方が平和だったわよ。運動を始めて健康的だと思ってたのに。だから言ったでしょ？夢中になるのもほどほどにしなさいって。これからはもう SCP を恐れることなく、楽しく運動しようね。こんなことがあったのに、まだ一緒にいてくれるの？え、当然じゃん。ナイスバディになって自己肯定感上げてこ。ナイスバディってガーナちゃんおじさんみたい。普通にショックなんですけど。こうして私の SCP 恐怖症は解決した。もうすっかり元気になったよ。今日からまたバリバリやってこう。頑張るぞ。少し太ってしまった私はガーナちゃんとの運動を再開。きっとこれで体重も元通りだ。コンコン。あ、甘い香り。移動販売でクレープでも売ってるのかも。確かにいい香りする。でもダメだよガーナちゃん。間食は危ない。ほら、その一口がデブの元。そうだよね。せっかく頑張るって決めたんだから、やり遂げなきゃ。SCP に寄生されないとしても、お互いを見張る役は必要そう。さあ、クレープ屋さんの前はさっさと通り過ぎて。
ゆきちゃん？俺？あ、足完全に止まってた。走らなきゃ。ほら、ゆきちゃん！うん。何の話して立ち止まってたんだっけ？とにかく頑張ろうって話じゃない？そっか。うん、そうだよね。再開しよう。私とガーナちゃんはその場を去った。あの二人よく食べるもんだな。二人で八個って笑っちまったよ。ま、美味しそうにしてたし嬉しいもんだ。食後の運動も頑張って偉い偉い。美味しい、美味しい。私もそれ食べる。追加で注文する？うん、もっと食べたい。そうだね。この宿主たちは元が細かったから蓄えがいがあるよ。テレビも楽しい。いい子たちを見つけたね。うん。待って、私たちなんでこんな。ガーナちゃん、これおかしいよ。思い込みじゃない。私たち今度こそ寄生されてる。おお、怖い怖い。でもあの SCP の力は本物だな。自分の美貌に執着した女の拷問なんかにも良さそうだ。ふんふん、痩せるわよ。レッツビバディ。コツエもダイエット頑張ってるな。そういえば寄生された二人がどうなったかはこの後のおまけで確認してくれ。それじゃバイバイチーン。1ヶ月後。ほらほら、休むんじゃないわよ。爆食いした分取り戻さなきゃ。鬼教官だよ。私とガーナちゃんはナターシャさんにしごかれていた。辛いけど自分の意識を保てているだけ幸せだ。実は私が退院した後、私とガーナちゃんはガチで SCP-2611 の位置に寄生されてしまった。私たちは意識を乗っ取られ、誰にも言わずに二人で家を借り、引きこもって食べまくる生活をしていたらしい。それをどこで知ったのか、ガーナちゃんの家族が総出で現れたの。どう治療したかは、聞かない方がいいと言われたから従った。とにかく、何とかして臓器に融合した SCP を取り除いてくれたらしい。その後は、適正体重になるまで自力で頑張れと言われ、こんな状況になっているというわけだ。ほらユキ、あんたも飛びなさい。はい。もうこんなのゴリゴリだ。